はい、どうもゆうきです。王者の祭典レッドに憧れた少年の軌跡、実況プレイ続きやっていきましょう。この間僕、王者の祭典に関する紹介とか魅力を伝えるっていう動画を撮ったんですけど、その動画見てくださった清純さんがめっちゃ喜んでくださって、もうこんな感じでありがとうございますとか言われたんですけど、もうこちらこそ本当にこんな楽しい作品を読ませていただいてありがとうございますなんですよ。でね、なんか次の輪のネームとかもツイッターで公開されてたんで、気になる方は清純さんのツイッター見てみてください。概要欄にあります。で、この紹介動画もね、概要欄に貼っておくんで、気になる方はぜひ見てみてください。っていうことで、今回は山吹ですね。事務戦行ってみたいと思います。ここも相変わらずワープか。これピカブイの時のワープも面白かったよね。エスパー、説明してくんない？おー、未来のレジェンド。あんたほどのトレーナーならエスパータイプの攻略法はもちろん知ってるよな。期待してるぜ。グッドラック。説明しろ。なんか偉そうな椅子に座ってますね、これ。やっぱり来たわね。あなたが来る予感は3年前からあったのよ。レッドさんの時代から？すげえな。あなたの目的はズバリ私の持つバッジ。まあ、ここに来る人大体そうでしょ。私戦いは好きじゃないけど、バッジをふさわしい相手に渡すことがリーダーの務め。あなたが望むのなら、私のエスパー能力見せてあげるわ。よろしくお願いします。すげえ大人になって、うわぁ、ちょっと待って、綺麗、可愛い、素敵。いや、おへそ出しスタイルいいですね。脇も出して、向こう手持ち3匹か。エーフィー、ブルーのエーフィー思い出しますが、ブルーのエーフィーというかグリーンのエーフィーというか悩みどころですけど、行きましょうか。一回じゃ、おーっとバフかけてきた。だここ眠り粉で眠らせておいてからの弱点ついて虫のさざめきで攻めるか。これでなんぼ、あーでも3分の1ぐらいか。ただこのまんま寝続けてくれれば、これ回復アイテム使ってくるかな。一回眠り粉挟んで、こう眠り粉にして正解だった、これは。正解でしたね。赤じゃなくってもちゃんと使ってくるんですね。じゃ、眠らせて、虫のさざめきで確実に削っていくと。オッケー。え？なんでこんなダメージ入ったんだ？まあいいけど。虫のさざめき2発目。いいね、いいね、いいね。もう一発でいけるね、これは。よし、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 よし。エフィ落とした、エフィ落とした。まずは一体倒せました。エフィとか怖いからね。普通に強いですからね、エフィとか。バリちゃん！バリちゃんじゃないですか。サトシのママのとこいるやつじゃん。じゃあ、眠り粉、これも同じ戦法でいこうか。特殊に強くなったか。まあ、でも、ここはさざめきコースでいこうかな。で、さざめきの残りがなくなったら変えようか。さざめいて、いいよいいよ。あと2発でいけんな。まだ寝てる。オッケー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 。いや、これ回復使ってくるか。使ってくること考えて一回眠り粉だ。オッケー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 。正解正解。いいよ。今最適解取れてる気がする、これ。この戦いはかなりいい気がする。光の壁切れたね。じゃあ虫のさざめきでさらにダメージ量を上げていく。オッケーオッケーオッケー。めっちゃ入った。めっちゃ入った。もう一発。これでバリアードを終わらせてくれ。よし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 。バタフリーめちゃくちゃ強い、この戦い。すごい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 。絶対強いはずなのに、向こう。で、フーディン、ラストか。この後どうなるか、私にはもう見えてるのよ。本当？本当怖いんだけど。あ、リフレクター貼ってきたか。ただ、ここで眠り粉にして、そうしたらもうバタフリ、虫技残ってないから、したら電流にして、物理防がれてるんだったらね、リザードンの地震とか言ってもちょっとしょうがないんで、電流さんにしてシグナルビーム。おーって目覚まされた。特性入れ替えた、困る。静電気じゃん、向こう、そうしたら。静電気特性は厄介だぞ。混乱、ナイス！オッケーオッケーオッケー。じゃ、これでシグナルビームをめっちゃ撃つ。しかも、自分に攻撃したってことはこれでいけんじゃないの？オッケー！いや、結構夏目線怖かったんだけど、何気に無傷でいけた。すげえ！バタフリーめちゃくちゃ強かった。なるほどね。いや、バタフリーが半端ねえ。この強さ、予測以上だわ。完全なる未来予知はできないのかも。わかったわ。私のゴールドバッジをあなたに差し上げましょう。ありがとうございます。いや、バタフリーめちゃくちゃ頑張ってくれた。ありがとう、バタフリー。今日の MVP、明らかにバタフリーだわ。あなたの強さを私は予知しきれなかった。つまり、あなたの強さは私の超能力を超えているということ。そんなあなたにこの技マシンもあげましょう。なんだ ?48? 僕4月8日誕生日なんですよ。ちょっと、なんか、いいね。シンパシー感じるね。中身はスキルスワップ。自分と相手の特性を入れ替えてしまう技よ。オッケー。あなたの未来は明るい素晴らしいチャンピオンとして歓迎されることでしょう。ありがとうございました。いやー、ちょっとこの戦いはなんかすごいいい感じで戦えて嬉しかったっすね。したら次どこ行けばいいんだ、これ。なんか案内出んのか？
じゃ、特に案内はなさそうなんで、発電所問題がずっとあるから、発電所狙いに北方向を攻めてみますか。こっちだよね。君は譲渡の人でしょ？関東はどうだい？もう感動しかない。なかなかいいところでしょ。街はどれぐらい回った？もう花田シティには行った？岬は見晴らしがいいよね。有名なデートスポットなんだ。君は好きな人いる。長いな。長いな、この人話が。発電所ってあれでしょ？サンダーがいるところでしょ？ここは？発電所、事故解決するまでやっぱ事故解決させないといけないな。ここ育て屋のおじいさんのところか。こんな階段。こんな階段あったっけ？あ、花田来たな。うわー、自転車屋さんもしかして。もしかしてだけど、自転車ブームの仕掛け人。仕掛け人なんだ。そうなんだ。そういう感じなんだね。お久しぶりです。自転車ない。昔かっこよく自転車を乗りこなした少年がいてね、レッドさんじゃないですか。おかげで自転車大ブーム。最近ツイッターでね、ポケモンの公式が、この100万円の自転車って言って、キャンペーンみたいな、プレゼントキャンペーンみたいになってましたよね。飛ぶように売れたもんだから調子に乗って小金に支店を出したんだ。そうしたら向こうの方が大人気になってさ、こっちには誰も来なくなっちゃったんだよね。うちに残ってるのは空気ぐらいだし、いっそのこと浮き輪屋さんにでも商売買いしてみるか。まあでもなんか、ここの店長売れる気するけどね。でもめちゃくちゃボってくるからな。ボるところさえなくしてくれればいいんでしょうけど。これさ、もう霞いけんのかな。リーダー霞、おてんば人形。霞も3年後めっちゃ可愛いんだよな。ここはもう行けるのかな。あ、波乗りで行け的な、そういう感じですか、もしかして。え、でも線があるってことはいけない？あ、右側から行けんじゃん。こっから行って、あ、いない。なんで？いないじゃん。なんで、どっかお出かけしてんのかな。じゃあ先に発電所の方行った方がいいのかな、これは。発電所はなんか右側の方、東の方ですよね。うわー、でも懐かしい。いい街だぜ、ここも。泥棒はやめましょう。泥棒入られたらいいか、これ。北にある岬は女の子たちに人気のデートスポットさ。ここだけの話。ジムリーダーのかすみちゃんも岬のあたりで時々目撃されてるとか、デートしてるんですかね。まあ、それはいいんじゃないですかね。いい年って言っちゃあれだな。青春したいでしょうし、そこはほっといてあげた方がいいんじゃないかな。ここ右か。ここ右に行って、発電所目指せばいいわけか。ちょっと待って、これさ、岩山トンネルだよね、シオンに行く道。ここさ、カラカラいるんじゃね？いるじゃん！映ってんじゃん、カラカラ。フラッシュ焚かないといけないのはめんどくさいけど、これ、適当に走ったらカラカラ出てくるのでは？出てきた！あ、でもメスか。性別揃えたいからオスがいいんだよな。オッケーオッケー、オスが出てきた。レベル低いけど、まあ育てるのも好きなんでいいでしょう。じゃあこれで、とりあえず眠らせてから、ボール何ならゲットできるんだ。ダークボールとかいけるけど、ダークボールカラカラはちょっとかわいそうな気すんだよな。ネストボールはちょっと個人的にはあんまり、なんかネストボールで捕まえたよって、レベル低いでしょあなたみたいな感じして嫌なんで。スーパーボールあたりがいいな。これで捕まえらんないかな。ちょ、レベル結構高いから攻撃しようとしたら絶対もうやっちゃうんで。オッケーオッケーオッケー、スーパーボールはちょっと嬉しい。カラカラぐらいのラインはスーパーボールぐらいが似合う気すんだよね。オッケー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 。これでパーティー5人目来たよ。ちゃんと性別も揃えられたと。悲しい時、寂しい時、被ってる骨が揺れて儚く切ない音がする。辛いぞ辛いぞ。じゃあカラカラメンバー入れるか。そうしたら僕ボックスのカラカラさんいるから、これを移動で、ギャラドスだな。ギャラドスだな。ここをチェンジで行きましょう。ギャラドス今までありがとう。てか、ほんとポケモン捕まえてないな。ほんとレッドさん目指してるから、あんまり捕まえてないんだよね。もうほぼほぼ捕まえてないっすね、僕。で、発電所こっち側の通路の南の方だよね。確かこっちだったと思うんで、ここから波乗りで行くと、あ、ここですね、発電所。ここでなんか事故ってるんだよね。ここは関東発電所。サンダーいるのかな？え、金銀ってここサンダーいたっけ？あれ？なんかもっとダンジョンみたいな感じじゃなかった？電気を正しく使って明るい快適な生活を関東電力。普通に施設みたいになってんじゃん。発電所に泥棒が入るなんて前代未聞だよ。何を盗みに来たんだ、発電所で。
ここはもともと無人の発電所だったんだ。そうだよね、無人発電所だったもんね。でもリニアモーターカーの電力を生み出すために作り直されたのか。ああ、そんなことあったっけ。リニアはたくさん電気を使う乗り物だからね。新型発電機が動かないとリニアも動いてくれないんだよ。その発電機が動かなくなってると。所長さんならほらすぐそこにいるけど、発電機の部品を盗まれて怒ったり悲しんだり絶望したり寝込んだり、やけくそになって笑ってみたり、いろいろ大変なんだよ。メンタル大変そうだね。許せん。私が長い時間かけて修理した発電機の部品を盗んでいくなんて。と捕まえたら必殺のチャージビームでお仕置きビビビのビーだ。ちょっと犯人の特徴とか教えてくれるかな。リニア動いた方がこっちもいいから手伝うからさ。僕ポケモン集めてるな。君はダグトリを知ってるけど、ほぼ捕まえてないんでポケモンはごめんなさいね。発電機の部品が何者かに盗まれちまった。部品がないと新型の発電機動かせないんだよ。いや、何もヒントくれないこの人たち。え、うん？何？あ、びっくりした。なんか急にサイレンみたいになったのかと思った。花田シティから連絡がありました。怪しい男が街中をうろうろしてるとのことです。おー、花田にいるのか。よかったら君も協力してくれないか。怪しい男は花田のジムあたりをうろついてるらしいんだ。あ、オッケーオッケー。じゃあ花田戻りますか。はい、花田帰ってきましたよと。で、ジムあたりっつってたよな。いなくね？こいつか？お前か？黒い服の怪しい奴がコソコソしながらジムに入っていた。あんな奴が一体かすみちゃんに何のようだ。お前、かすみちゃん可愛いんだからな。手出すな。やめろ。ロケット弾じゃん。 BGM いいね。ドン。 Oh, sorry, you can get nothing ですか。私 very busy ね。 You とゆっくりトーキングしてられません。誰かに見られたら私困ります。 Oh no, すでに You に見られてました。 Big my mistake。 Hey You, このこと forget するね。 You は何も見てない、何も聞いてない、何も知らないね。 Bye bye, long goodbye。 戦わないんだね。戦わないんだね。え、かすみ大丈夫なのかこれ。かすみは？かすみいない。ずっといない、かすみさん。かすみさん何やってんの。ジムになんか乗り込まれてるよ。これ物パクられたりとかしてないの。え、あいつどこ行った。え、おっちゃん、あいつどこ行った。岬の方へ逃げていった。オッケーオッケーオッケー。じゃあ追っかけてやろうじゃん。最近ね、あんま自転車乗らなくなっちゃったんですよね。細かい動きができなくて。岬の方ってこっちでしょ。この先24番道、東花田の岬？え、東から花田の岬？え、若干パ、え、若干地理変わった？こっちじゃないよね。あ、こ、あ、橋渡って東に行ったらっていうこと？貼られてるね。貼られてるわけではない。これ何やったのこいつ。あ、おの、せっかく隠れてハイドしたのに開けなくバレバレです。アップルの間に隠れんな、迷惑だから。ロケット団に外国人。あ、私オンリーワンだけど、しかしそんなことノー関係。私一人で出演権。ストップザエネルギーで街のピーポー驚き桃の木三章の木。アンラッキーなのか。アンラッキーね。前秘密のオペレーションをあなたに教えるできません。しかしあなたがウィンできたなら、私男らしくシークレットを教えます。You understand? Let's battle begin よ。どっちかにしてくれ。英語オンリーか日本語オンリー、どっちかにしてくれ。しかも別に強くないし、レベル39だし、っていうか、あれなんだよな。関東ジムリーダーが強すぎて、他のなんかトレーナーとかすごい弱く感じちゃうんですよね。ジムリーダーと他のトレーナーたちのバランスが割とおかしい。Oh no, can't believe. 信じらんぬ。Sorry, mistake. You are very strong. Teeth can't stand up. 歯が立ちません。そのまんまだな、歯が立たない。Teeth can't stand up. わかりました。My secret 教えます。魔品の部品盗んで隠した in the gym of Hanada。カナダジムの中にあんのか。浮き輪のそばをチェックすれば You はきっと見つけるでしょう。しかし Don't forget。 ロケット団 You を必ず倒してご覧に入れます。ジョートの仲間がみんなここにやってきます。ジョートの仲間倒したけどね。 What? ロケット団ブレイクアップ消えてなくなったですか。あ、おの、私これからどうすればいいですか。無職です。 OK、 私マイふるさとマイカントリーへ Go home したらロケット団メイクします。 Goodbye so long。 ロケット団作んの。止めとかなきゃじゃん。カップル大変だったね。なんだったのあの人。花田のジムにマシンの部品が浮き輪のそばでどうしたこうした。全然意味わかんない。これ忘れた時用かな。やっと二人きりになれたんだ。君は僕らをそっとしておいてくれるだろう。ちょ、真ん中突っ込みたくなりますが。まあじゃあ花田戻った方がいいのか。でもここの道路はなんか、こっち多分洞窟あるけど、洞窟は後でで、今行けんのかな。ここってどう、あ、え、あ、びっくりした。洞窟なくなってんのかと思った。ここあんじゃん。ここは言わずと知れた花田の洞窟。怖いほど強いポケモンが生息してるぞ。
この洞窟には関東の八つの島を攻略したトレーナーしか入れないのだ。あ、なるほどね。じゃあここはまだ来れないよと。8個攻略してから来いよってわけですね。なんかめっちゃここまでトレーナー倒してきたけど、なんか一人多く戦う羽目になったけど、君は見事勝ち抜いた。約束通り商品をあげよう。ああ、金玉くれた。ありがとうございます。おじさんの金、お兄さんの金の玉か。さて、君の戦いを見ていたら僕も戦ってみたが、まだ戦うのかい。オッケー、素晴らしい戦いだった。君と君のポケモンたちは本当に強い。ありがとうございます。で、ここがまさきさんいるのかな？ハートゴールドでも。うわ、まさきさん老けたな。おや？あんた孫に会いに来たのか？わしの孫はまさきと言ってな、譲渡でパソコンなんとかの仕事をしとるんじゃ。だからわしはここでお留守番をしてるのじゃ。お留守番係なのね、おじいちゃん。そうそう、孫に来たんじゃが、丸くて黒っぽい体で頭に葉っぱが生えているポケモンがいるそうじゃの。そのポケモン持っていた謎の草か、それ。持ってません。はい、すいません。孫戻ってきたらまた会いに来たいと思います。知ったろ？あ、コスミちゃん！コスミちゃん！もう、何をいきなり現れて、あんたのことなんて言うか知ってる？お邪魔虫っていうのよ、すいません。あら、あんたのバッジってもしかして譲渡のジムバッジ？八つ持ってるってことは結構やるみたいね。いいわ、花田のジムに来なさいよ。相手してあげるから。私はかすみ、花田のジムリーダーよ。デートしてたんすね、かすみさん。いいっすね、青春ですね。じゃあちょっと待って、花田ジムチャレンジできるようになったのか。あった、ジムジム。ちょっと意外と広いんだよな、花田って。んで、ここでなんか浮き輪のところにあるとか言ってたよね。ロケット団のボーイが隠したって言ってたんすけど、ちょっといいっすか。もう浮き輪のところに隠してるっすよ。あ、これか？ゴールドはプールサイドに落ちていた黒い塊を拾い上げた。何かの機械の部品だ。オッケー、オッケー、オッケー。じゃあこれ、事務線終わったら発電所に届けに行ってあげるか。えらい高いところいるな。えらい上にいるな。来たわね、お邪魔虫。譲渡の事務バッジをたくさん持ってるみたいだけど、舐めてもらっちゃ困るわ。私の水タイプのポケモンは強いわよ。こだわりがありますからね。いやーでも漫画内、うわ、大人になってる。漫画内の霞めっちゃ可愛いんだよね。いやーでも大人になってんな。いいな、セクシーですね。さあ、ポケモン4匹。まずはゴルダックから。ここはちょっと弱点ひたすらついて、削れるだけ削っちゃいたいなと思うんですけど、金縛り食らったらちょっと厄介だったからよかった。よかった。わあ、ギリギリ残った。しかもこれ回復してくるっしょ、絶対。まあそうだわな。回復の薬使ってくるわな。ただもう一発放電ここで食らわせちゃって、ついでに麻痺になってくれたらこっち先手取れていいんですけど、麻痺にはならないか。あー、そしたらシグナルビームにしとこうかな。よ、放電封じ込められた。くそ。弱点つけなくなってしまった。そうだな。ヌオーか。ヌオーだったらどうせ電気効かないからちょうどいいや。じゃ、シグナルビーム打ってみるか。シグナルビームはどんくらい入る？あ、割と入ってるけど特防上げられたな。ちょっと待って、そうしたら厄介だから。したらラプラスで行くか、ここは。ラプラスくんにチェンジして、地震飛んでくるけど耐える。てか電流だと危なかったな、やっぱり。チェンジして正解ですね。あー、貯水か、これ。うわー、やらかしたー。貯水かい。くそー。ちょっと待って、冷凍ビームっとくか。いや、怪しい光で一旦混乱させておこう。ちょっと動きを抑制しておいて、この間に冷凍ビームで凍らせたい。粉溶けた？粉溶けの早くないかい？ちょっと早くねえかい？それは。したら、あのヌオーがちょっと厄介だな。うちの切り札、バタフリーちゃんで行くか。いや、バタフリーちゃん万能ですからね。眠り粉で眠らせて、からの虫のさざめきで攻めていくと。目覚めんの早くねえだから。こいつ目覚めんの早くない？このヌオー。何？そんな、健康状態いいね、君。再起光線打って、目だ、早いっつーの。こう回復の薬使ってくるかな。眠り粉打っておくか。使ってこなかったわ。使ってこないんかい。じゃあ、ここ虫のさざめきで決めちゃいましょうか。オッケー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 。これで2体目撃破と。で、こっから先考えたら、ラプラス使ってる。ラプラス使うんだ。したら、眠り粉にして眠らせておいて、虫のさざめきでとりあえず攻める。っていう立ち回りは一回しておこうか。虫のさざめき。いいよ、残り半分になった。目覚ましたな。おっと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 、冷凍された。まあ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 、しゃあない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 。
よう頑張ってくれた。じゃあ電流あとは頼むわ。この電流にして、放電。うっと、危ね。歌うくらったら厄介だったから助かった。よく避けた電流、ナイス。これであと1体ですね。これいけるっしょ、このまんま。からから徐々に育ってきております。峰打ちはでもゲットしたいの、あとカビゴンだけだからいいかな、別に。スターミー出た。スターミーの10万ボルトかっこよかったよ。うん、なかなかやるわね。じゃ、ここで放電で冷凍ビーム。ただ電流なら耐えれる。これで放電で確実に削ると。おー！わーっとちょっとだった。あーっとちょっとだった。あんたただのお邪魔虫じゃなさそうで、そうだぜ。もう厄介なお邪魔虫だぜ。ほら、よーっけ、よっけ、よっけ。混乱すらもものともしない電流さんですよ。よし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 、ナイスだぜ、電流。オッケー！ふぅ、ここまでか。これでバッチ3つ目だね、関東の。やるじゃない。あんたの実力、素直に認めるわ。はい、これブルーバッチよ。ブルーバッチって名前かっこいいですよね。結構好きなんですよ。さあ、じゃあ、そしてもう一つ、私との戦いの記念にこんなものもあげるわ。技マシン03。東京03。え、これは？中身は水の波動か。ああ、ありがとうございます。ジョートからここまで勝ち抜いてくるあんたなら有効に使ってくれるわね。ありがとう。ジョートには強いトレーナーがたくさんいるの？私もいつかあんたみたいに旅に出て強いトレーナーと戦うわ。楽しいぜ、旅は。関東来れたのも超楽しいぜ。したら発電所行って、パーツ返してあげましょうか。よかったら、いやもうパス取ってきたんだって。おっちゃんに返せばいいのか。警備員さんじゃなくて、こっちのおっちゃんですかね。お、お君が持っとるそれは、もしかして機械の部品？すなわち私の大切な発電機から盗まれた機械の部品ちゃん？君が見つけてくれたのか。君ありがとう。では早速この部品をちょちょいのちょいと取り付けて、なんだ機械の部品ちゃんって、動くちゃんみたいな言い方すんな。ブワー、動いてる動いてる、ブワーブワー。君ありがとう。感謝の印にこの技マシンをあげちゃおう。何？この技マシンは？あ、チャージビームか。これ、王者の祭典でも出てましたよね。サンダースが使ってましたよね。ビビビのビーと発射して攻撃をする上にこちらの特攻も上げてくれることがあるのだ。ああ、ありがとうございます。じゃあ発電機直ったから色々とまた行けるところが増えましたかね。ではまた次回は新しい街に行ってみたいと思います。今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価お願いします。そして王者の祭典ぜひ読んでみてください。概要欄にリンクがあります。お疲れ様です。